どうも、カズチです。今日なんですけども、前回の続きで、プチューンさんと渋谷の女性に、付き合うのはどっちがいいかという質問をして、インタビューするという企画になります。それでは、言い合っていこう。というわけで来ていただきました。渋谷の美女限定で聞いてるんですけれども、僕、ここ2人メンズがいると思うんですけど、はい、2人とも、DT なんですよ。DT なんですよ。童貞の逆です。童貞なんですよ。あ、すみません、知らなかった。はい、童貞の男ってどう思いますかね。なんか純粋っていうか全然悪く思わないあれ、お姉さん的にはそのなんか1人や2人ぐらいは経験しておいてほしいとか、そういうなんか願望みたいな。いや、ないです、ないです。童貞でも別に何とも思わないの方が安心。安心なんですね。あ、じゃあそっちなんか成人の方がむしろお姉さんでした。そうですね、そうですね。わかりました。ちなみになんですけども、和一さんっていうんですけど、和一さんと自分、どっちがタイプですか、お姉さん。まあ、両方イケメンだと思うんですけどそれはいい、それはいい。強いて言うならどっちかなっていう。こっちです。こっちです。あ、自分の方は。なんででしょう。ありがとう。なんか、いや、ニコニコしてるから。あ、そういうこと。はい、あ、なんか笑顔がある方がお姉さんとしてはタイプ。はい、ありがとうございます、嬉しいです。すみません。はい、こんにちは。ちなみに、先ほどの、はい、男性は。あ、友達です。あ、はい、大学の友達ですか。はい、そうです。で、彼氏さんではないんですか。あ、違います。あ、普通の友達。友達です。健全な。何つながりなんですか。え、サークルです。あー、はい、なんか狙ってるとかそういうのないですか。いや、ないです、ないです。狙われてますよね、多分。いや、それはないです、マジで。ザ友達なんです。あ、そうなんですよ、はい、昔からの腐れ縁とかですか。いや、そういうわけじゃないけど、うん、第一から仲良くなって、はい、たまにみたいな。あ、そうなんですね。二、はい、人で行くんですか。そうです。めっちゃ仲いいですね。仲いいですね。ぶっちゃけそういうことしたこととかないんですか。男女の関係。いやないですそれないです。あ、ないんですね。そういう健全な遊びとかそういうのあるんですか。いや、健全な。はいはい、わかりました、ありがとうございます。すごい、お姉さんのことタイプなんで。最後に LINE だけ聞いてもいいですか。あ、厳しい。厳しかったら全然 OK なんで。ちょっと今待たしてる。見てないと思うんで。いや今のうちに。ダメですか。ダメです。ダメですか。はい、わかりました、すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、というわけで来ていただきました。渋谷の美女限定で聞いてるんですけれども、はい、と、今メンズ2人いるんですけど、2人とも、DT なんですよ。DT って分かれます。はいはいはい、分かります。皆さんはその DT を彼氏にするのはありですかね。なしかありかっていうと、普通に人っていうか、その性格とか、はい、見るんで。ああ、もうそういうの関係ないっていう、お姉さんからしたら。はい、別に引いたりもない。まあ、うん、ちなみにじゃあ DT を彼氏にしたこととかってありますか。まあ、いや、わかんない。あ、わかんない。あそこはスイカやったんです。あ、わかりました。ありがとうございます。ちなみに、お姉さんからすると、和一さんって言うんですけども、和一さんか自分どっちかタイプって言われると、どっちか。パッと見でいいんで。はい。背高い方がいいので。いや、負けた。わかりました。じゃあ、お姉さんは外見で言うと、結構身長が高い男性を気にする。気にするとか、好き。まあまあ。わかりました。ありがとうございます。僕もちょうどお姉さんのことタイプなんで、ちょっと最後に LINE だけ聞いてもいいですか。大丈夫です。遠慮しときます。まあ NG です。今度渋八ボックスに一緒に行きたいんで。はい、今度お姉さんと渋八ボックスにデートしたいんで。あの、どうぞ。あ、今から行きます。いや、今がちょっと予定あるんで。わかりました。ありがとうございました。はい、というわけで来ていただきました。渋谷の美女限定で聞いてるんですけども、ここ今メンズ2人いるじゃないですか。はい、童貞なんですけど、童貞の男と付き合えますか。どうですか。固まる。まあ別になくはないかなって感じですかね。あ、そうなんですか。童貞についてどう思います。え、でも別に関係ないと思います。かっこいいね、発言が。逆にそのどういったお姉さん方からしたら、どういった男性がタイプになったり、タイプっていうか好きになったりします。なんか惚れる瞬間みたいな。でもなんかチャラすぎるのも嫌だなみたいな。そうね、ボロい感じですかね。まあ、中間みたいな。遊んでなさそうで、
なんかまあそんな、なんかこう童貞で過ぎますねみたいな感じのところが間がいいんじゃないですか、普通な感じが。あと2、3人くらいがいいと思うんですけど、どうなんだろう。なんか一途な感じはしますけどね、そんぐらいの。ああ、なるほど。ちなみにお姉さん方は過去に付き合った男性は？いる。今まではいます。あ、3人くらいいます。それ言うんですか？あ、じゃあ NG 言いたくなかった、まあ、OK、 NG わかりました。まあまあメンズ2人いるんですけど、まあ、両方イケメンだと思うんですけど強いて言うならどっちがいいですかね。言います。どういう意味で付き合うならってこと？そうですね。難しいな。付き合う以外はないの？いや、友達としてでも OK です。それからデートするとしたら、私小顔がいい。なんか小顔の秘訣を教えてほしい。ああ、いいですね。それデートで教えてもらう。そうなんか喋ってるうちにうーんみたいな、あっていう使い方。確かに顔めっちゃ顔れるよ。こんな小顔な人に会ったことない。確かに手のひらサイズぐらいのレベル。そう嬉しいさ。ほんと手のひらじゃもう収まる。手のひらに収まらないわけじゃなくて、もう収まる小顔。それやばい。初めて会った。ありがとうございます。お姉さんは？私はお兄さんの方がいいかな。ちょっと別れたね。ちょっと別れる。理由は？正直に言うと身長。あ、そうなんだ。なるほど。ある程度はない、あった方が。あ、ある程度あった方がいい。わかりました。このお姉さんのことタイプなんで、と LINE だけ交換してもらっていいですか？別に全然いいですけど。あ、ありがとうございます。じゃあ優しい。優しい ね。ここはどうします？交換します？あ、大丈夫大丈夫。振られた。小顔なのに。小顔効果。いや、小顔はいつか会えると思ってる。また会えると思う。通信でビビビってつながれると思う。なかなかいないですよ。会えなかったとしたら、もしかしたら、いや、その兄弟に会ってるかもしれない。小顔兄弟、なんていうの、コラボ、小顔ブラザーズに。なるほど。あ、じゃあ自分は絶対ないという。いや、そんなわけではないけど。おお、嬉しい。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。写真撮影はい、というわけで来ていただきました。渋谷の美女限定で聞いてるんですけども、めちゃめちゃ美女。美女軍団に来ていただきました。まあ、今ここに今イケメン2人いると思うんですけど、あのイケメンなのか分かんない。まあ、両方イケメンだと思うんですけど、まあ、強いて言うならどっちの方がいいかなと思って、ちょっとまあ一斉に指さしていただきたいなと。まあ、参ります。じゃあ、いっせーのーせ、ドン。あれ、だいぶ分かれてる。これどうやってんの？2人が俺、ネプチューンさん、3人が僕ですね。あ、俺が 3かな。あ、僕、3、僕1、1、2、あ、3人がプチューンさん。3人で、2がカズイチさん。あ、負けた。やったかった。ついでに、ちなみにその理由っていうのもちょっと右側のお姉さんから順番にちょっとお聞きしたいなと。理由？右？なんかちっちゃくて可愛いから。やった。ちっちゃくて分かった。じゃあお姉さん。自分は身長が自分より高いから。あ、身長重視な派なんです。なるほど。お姉さん、めっちゃ喋る人好きだから。めっちゃ喋る人が好きだから。好きだから。やったー。嬉しい。ありがとうございます。マジか。身長高いのとスタイルがいい。あー、そう。スタイルですもんね。すごい。あざっす。最後、塩があんま好きじゃないので。塩顔。塩顔があんま好きじゃないので。ソース顔ですか？そうですね、ソースの方が好きです。あ、そうなんですか。塩顔ってどういう顔のことを言ってますか？なんか韓国人で BTS みたいな。韓国は BTS 好きなんですよ。はい、BTS 好きな人います？聞くぐらい。聞くぐらい。なるほど、分かりました。そう、お姉さんのことすごいタイプだったんで。ちょうど相思相愛なんで、ちょっと LINE だけ交換してもらってもいい？いや、大丈夫です。大丈夫。なんちなみにお姉さんは？お姉さんダメの大丈夫です。なんで和井さんはお姉さんに聞いたんですか？なんか BTS で反応したんで。ああ、すごい。僕も BTS すごい好きで踊れるんですよ。J-POP が好きだっていう、はい、だけです。だから話合うかなと思って。いや、
ディテールはあまりよくわかんない。ダメじゃん。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもう一つちょっとお姉さん方に聞きたいことがあるんですけども、お姉さん方のその男性の好みって何かありますか？右側のお姉さんから。外見でも内面でもいいの。芸能人の銀シャリの橋本さんが好きです。何橋本さん？銀シャリの橋本さん、メガネのちょっとぽっちゃりしてる。ぽっちゃりしてる。そう、理由っていうの。ちょっとぽっちゃりしてて、はい、目が細くて可愛いから。目が細い方が好きなんですか？はい、そうです。なるほど、わかりました。じゃあ、お姉さん。例えた方がいいですか？例えた方がいいですか？誰かに。いや、別に例えなくても大丈夫です。でも、北村匠海さんが好きです。北村匠海って何でしたっけ？なんて言うんだろう、特徴とかは眉毛がキリッとしてて、なんかちょっとだるそうな人が好きです。なりました、ありがとうございます。結構だるそうにしてるんで、お願いします。お願いします。言った。何してんの？友達。あ、じゃあお姉さん。はい。じゃあちょっともう時間が長くなっちゃうので、この辺に終わりにして。すいません、ありがとうございます。すいません、すいません、ありがとうございます。楽しんでください。はい、というわけで行ってまいりました。はい、行ってまいりました。今日ですね、やっぱプチューさんといたら、番毛結構できまして。意外にもできましたね。4番毛ぐらいできたかな。そうですね、結構番号交換してくれた子多かったですよ。はい、今日で、ね、結構良かったですね。うん、またコラボしてください、ぜひ。そうですね、もうもちろんこちらこそ。はい。お願いいたします。すごい楽しかったですよね。はい、なんか普通に YouTuber さんとかも出会ったりして、はい、登録者数1万8000人ぐらい、うん、そう、大物 YouTuber さん出会ったのでもしかしたら自分たちも有名になれるかもしれないと。はい、はい、地上波デビューもしたしなんかそうですよ、TBS さんになんか取材を頼まれて、なんか今 YouTube でなんとオートラコーターっておっしゃってましたよねみたいな感じで聞かれて、はい、なんか僕たち童貞を売りにしてる YouTuber なんですよみたいな感じだった。もうすぐ、そうそう、触れますね、もうすぐ、はい、間違いないです。はい、でまたね、これからももしかしたらコラボして一緒にインタビューとかナンパみたいなことをしていくと思うんで、はい、お願いします。はい、ご視聴お願いします。はい、というわけでこの動画がいいなと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、グッドコメント、 Twitter、TikTok のフォロー、チューンさんの YouTube も貼っておきます。お願いします。では。